フランス時期空母は p a にとも呼ばれ建造が計画されていたフランス海軍の航空母艦の通称2013年のフランスの防衛方針により計画はキャンセルされたタレスネーバルフランス社と普通 DCN 社がフランス海軍のために開発を計画していた新しい航空母艦であるイギリス海軍のために タレス有形社と ABMT 社が進めている。以前は CVN 計画と呼ばれていた新しい空母、建造計画であるクイーンエリザベス急行空母艦を原型として計画された。この空母は排水量7万から7万5千トン程度が見込まれ、フランスの南東部に位置するバール県のトゥーロンを母港に現在のフランス空母、シャルル・ド・ゴールを補うものとして計画されていた。 フランスの2008年度予算では、この2隻目の空母の予算が含まれていた。これまでのフランスの空母、クレマンソーとフォッシュは、それぞれ1961年と1963年に完成して、1970年代半ばにはこれらに変わる艦の必要性が認識されていた。この計画は4600トンの原子力空母、 シャルル・ド・ゴールが1989年4月に DCN 社によるブレストの海軍造船ドックでの起港式によって現実となった。この空母は1994年5月には一応の完成後短期間だけ収益したが多数の問題のために2001年まで最終益は延期されていた。その中には航空機の試験後に発覚した。 フライトデッキの長さの不足やプロペラの破損、振動と騒音の問題も含まれる。フランス海軍はその同じ設計でもう一隻の空母、建造することが良くないことは理解していたので、2003年には2隻目の航空母艦に関するフランスの要求を満たすために、イギリス海軍の設計を導入する可能性が浮上してきた。2004年の英仏教章100年祭において、 フランス大統領のジャック・シラクによって空母の要求は承認された。2006年1月26日には英仏の国防大臣が将来の空母の設計に関して協力することを取り決めた。これまでのイギリスが支払った設計への投資に見合ったコストをフランスが支払うことに同意したことでイギリスの空母設計情報を入手できるようになった。 それは2006年の1月には3000万ポンド。2006年7月には2500万ポンド。フランスがプロジェクトを続けるなら、さらに4500万ポンドを支払うことになる。フランスの2008年会計年度での国防予算は、この間に必要な予算が含まれていた。タレス社と、フツ・ DCN 社の連合は、 CVF のためのタレス有形社と ABMT 社の設計からその空母を開発、建造する予定であった。タレス社と普通 DCN 社は長さ283メートルで排水量7万5000トンの CVF の発生型設計を提案した。イギリス側での2隻の空母の収益予定が2014年と2016年と公表されていた中で、 フランス側の建造予定は発表されず、ただ2015年と噂されるだけであった。ちょうどこの頃に、シャルル・ド・ゴールの近代化改造と、各燃料交換作業が必要になる。しかし、導入決定を先送りしたことから2015年には、間に合わないことはほぼ決定的となった。これにより、フランス海軍に実動空母が存在しない期間が、できるため、 高度な技量が必要とされる搭乗員の育成に支障が出る可能性もある。イギリスは新空母でもストブル方式の航空機の使用を予定しているが将来のクトール機の運用に対してもカタパルト発進とアレスティングワイヤーによるカタバル運用への改造も可能なように柔軟な設計が行われていた。フランス海軍はこのカタバル方式を続けると考えられており また、イギリスも人、一時期カタバル方式を検討していた。フランス版では、普通脱走者製ラファール M 艦上戦闘機と E-2C 早期警戒機、NFH90 支援、懲戒ヘリコプターを運用するように設計されている。カタバルの設計では、アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母にも、使われている90メートルの長さの C13 からに 蒸気カタパルトを使用する予定であった。その間は、最大32機のラファール、3機の E-2C、5機の NFH90 の搭載が可能とされる予定である。クイーンエリザベス級よりも多い7万トンを超える、満載排水量にしては、搭載機数が過小になっている。これは、海兵隊や特殊部隊を1個大体程度を乗せる、スペースを確保しているからで、 小規模な作戦であれば、単艦で制空と爆撃に合わせて、陸上部隊を投入することができる。必要に応じて、短期間で艦載機搭載スペースに改装することも可能になっている。高度に自動化された装置類を艦のシステムに組み込むことで、乗組員数は、シャルル・ド・ゴールの1950名に比べて、約1650名になる予定であった。 この艦は二つのアイランドを持つ予定であった。一つは相艦に専念する公開環境で、シャルル・ド・ゴールのように艦の全部に位置する。もう一つの航空作戦環境は、航空機の運用に専念しニミッツ級のように、完備付近に位置する。イギリス設計での許容できる価格は、通常型動力である。イギリス政府は、核動力推進を、コスト高を理由に拒否した。 この核動力推進を放棄するという考えは、フランスの技術にとって後退であると主張されたが、そもそもの設計がイギリス海軍の要求に沿ってなされたものであり、フランス側が核動力推進システムの使用を望んでもとても叶うものではなかった。通常動力推進システムの他に選択肢はなかった。2007年の大統領選挙では、 一方の有力候補者であったフィリップ・ド・ビリエが2隻目にシャルル・ド・ゴール級の建造を支持していたが CVF 計画を支持していたニコラ・サルコジが選挙戦を勝ち抜いたこの空母の推進システムは2機のロールス・ロイス製 MT30 がスタービニエンジンを中心とする統合電気推進である収益前に電磁式型パルトが実用化していなければ 蒸気カタパルトを使用するために別に、ボイラーの設置が必要になる。最大の懸案である、パ板下の格納庫スペースを最大化するには、主推進機関をどこに配置すべきか現在、試験中である。航続距離は1万回りの予定だった。船体はサンナゼールのシャンティアーズでルオットランティックによって建造され、ブレストの DCN 社で偽装が行われる予定であった。 これらの艦は、二三つ旧級空母も入る、大きな艦ドックを備えるフランスのトゥーロン海軍基地を母港とする予定であった。一度は、リシュリューという名前が提案されたが、決定前に計画がキャンセルされた。なおその艦名は全級空母のネームシップとして、名付けられるはずであったが、政治的経緯で変更された経緯もあった。前述の通り、 2013年に計画は中止となったが、2018年9月24日に、次期空母として新たに、電磁式カタパルト装備の原子力空母の開発計画が発表された。リブレブランマイナス -2013、2013フレンチ、ホワイトペーパーオンディフェンスアンドナショナルセキュリティ、ハフィントンポスト、フランス2スラッシュ24系ミリタリージョブズ、シーキングセービングス。 ラコマンドジュセカンドポルテ、エビアンズプリブューダンルバジェット2008、www.meretmarine.com、ハット UK、フレンチアグリーメントオンエアクラフトキャリアーズ、UK ミニストリーオブディフェンス、ヤン、24。2006アーカイブド2006年7月11日、アットザウェイバックマシン、www.mod.uk。 www.defense.gov.fr-charls で、ゴールニュークリアエアクラフトキャリア、www.navnl-technology.com。該当ウィキ参照。フランススターテット・イマルズ・トークス・ウィズ・ u s フォイッツ・フューチャー・ピー・ヴェン・ジ・エアクラフトキャリア。2018年10月18日閲覧。ありがとうございます。